久保さんいや、中村さんはね、トレーダーですね。<laughs> だから、その商品を販売する人じゃないですね。うん。なんで、まあ、多分ね、僕が中村さんの商品をね、また扱うことはね、去年か2年前ぐらいに売ったんですけど、もう多分中村さんの商品は売らないですね。 まあ結局、その実際に本当に中村さんはトレーダーとして稼いでるけれども、やっぱその販売する上での,そのサポート力は、ちょっと欠落してる部分はあるかなっていうところですね。うん、まあそこがメインじゃないんで、そう。ただね、まあ、久保さんと僕のサポート基準で入ると、まあそうなるでしょうね。<laughs> 僕と久保さんのサポート基準が高すぎるので、多分高すぎるんだと思います。 まあどこ基準かっていうね。うん、だって、この前も僕、企業にね、メール送ったんですけど、企業にメール送って2日ぐらい経って返信ですもん。で、久保さんとか多分2日経たないですよね。多分24時間圏内で、もしくはもう秒で回,回答じゃないですか。だから、企業レベルで言うならば、2日、3日とかね、ざらにノーレスっていうのはあるんで。うんそう まあまあ、久保さんと僕はねもうあの染みいてます、ね、<laughs> まあ何が言いたいのかっていうとその、まあ、久保さんも言ってますけどもそのビジネスをやっていくであるならばお客さんとの関係性をこう構築していくっていうところは僕と久保さんかけてるかなというところですね秒で返せるんで秒で返すしうんもちろんアップロード時間とかあるんでね まあ撮影時間もあるので、まあ、実際にその秒で返すっていうのは、あの古代ですけども。うん、そうだから、信頼をこう積み上げていくっていう <laughs>、だから、まあ、何が言いたいのかっていうと、トレーダーとしては、トレーダーとしては中村さんの方が上だと思います。まあ、金額も金額なんで。うんでまあ、大きい金もね、動かしてる経験もありますし。だけど ななんだろうな商品をこう売っていくっていうことであるならば、あの、久保さんの結果でも売れるってことですね。久保さんの,その FX で月400万稼がなくても、年間4000万ぐらいじゃないですか、そしたら。別にそんな結果出さなくても、ちょっとでもね、お客さんとの関係性があれば、そのちょっとの結果でも、多分久保さん、久保さん確か1年で400万だったかな、ちょっと忘れましたけど、なんか前、なんかちょろっと言ってたような気がするんですけど。 小さい結果でもしっかり売ることはできるよと。関係性があればね。だから小さい結果でも売り上げを大きく上げることは可能だということですね。だ今も、今、今さっきね、僕、あの、セールスビデオを撮ってたんですよ。まあ、今月、もう、あ明日明日から販売するんで、セールスビデオを撮ってたんですけど、もうその結果、10万、10万ちょっとですからね。YouTube で広告収入で稼ごうっていう <laughs>。結果、10万ぐらいです。なんか、YouTube で100万。 10万です <laughs> 10万の結果でね何人売れるのかなっていうちょっと楽しみなんですけどでも結構ね今回刺さってる部分あるんじゃないかなと思うんですけどねお風,お風呂ですねもう,すもう1時間力説セールスビデオ撮りましたからね <laughs> でも10人ぐらい入ってくれまあ10人入るとうん まあ10人はちょっとい入れるように頑張ります。うん。売上目標っていうのもあるんで。うん、はい。だ少ない結果でも、あのー、売上をは出せるということです。それはお客さんとの信頼関係をいかに構築するかですね。うん。だからその、なんだろうな、小さい店でも。 小さい店でも売り上げ作れるよって話です。小さいね、こじんまりした商店でも売り上げは作れるよと。逆に言うと、イオンモール作らなくても、小さいお店の方が、あの、潰れなかったりしますからね。お客さんとの関係性を構築してれば。うん。はい。いってらっしゃい。